エリアール、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 ファイト、ウォン、エリアール、アタック、ウォン。はい、こんにちは、ゆきよです。今回はこちらのプラモデルを組んでいきます。グッドスマイルカンパニーのモデロイド、エリアール飛行ユニット装備です。さあ、では、パッケージをまずは一周見ていきましょう。全体はこのようになっております。上、下。では、箱の裏面をじっくり見ていきましょう。オールラウンドインターセプト&エスコートレディ、略してエリアルですね。はい、エリアルのね、モデロイドはこれで2体目です。1体目はね、ボディカラーがオレンジ色のやつだったんですけど、僕はね、あの原作を読んでないので、そちらはね全然印象にないんですよね。で、今回のこちら、飛行ユニットタイプは、本体カラーがピンクです。まあアニメの方もね、90年代に一度見ただけなので、そこまで覚えてるわけでもなくて、あまり詳しいわけではないんですけどね。まあこの、空飛ぶレオタードというキャッチフレーズはね、結構印象に残ってますね。で、原作知らなくてね、アニメしか見たことないのでね、オレンジ色の方はスルーしたんですがね、こちらが出るって聞いた時は、もう即予約しましたね。まあそういうわけでエリアルに関してはね、僕はにわかなんですけども、その辺をね、踏まえて動画見ていただければいいかなと思います。はい、裏面の説明ですね、正面からの写真と、正面じゃないですね、ちょっと斜めからの写真と、武器を携えたポーズですね、が載ってます。密かにね、この三つ編み状の、なんていうんですかね、髪の毛じゃないんですけど、髪の毛に見立てた部品ですね。それがついてるんですけどね。これはね、僕イメージないんですよね。アニメでこれありましたっけね。まあこのプロモデル自体がね、原作基準ということだと思います。そしてバックビューとか、ですね。関節はそこそこ動くようですね。そして、メットオフ状態も載ってます。まあこれもまたアニメの話になるんですけど、アニメではね、顔の色もこのボディと同じような、なんていうんですかね、ロボットっぽい、こういう正規のある肌色ではなかった。ですね、確か。そして、こちらですね、素組み状態が載ってます。6色の成型色と一部彩色済みパーツにより作中イメージを再現、ね、今回も、素組みでいくので、まあ、出来上がりはこんな感じなんでしょう。では開けていきましょう。箱自体は、いつものモデロイドのあのすべすべ素材ですね。はい、ABCDEFG パーツ一覧はこんな感じになります。 C ランナーの頭部パーツは一部彩色されております。これとこれですね。このように、顔面パーツは彩色済みとなってます。それ以外にもね、自分でデカールを貼るような顔がついております。そしてこちらの平手パーツは、軟質素材となってます。そして、ピンクの彩色が入っております。こちらの団体パーツも、軟質素材ですね。そしてデカール、コーションマークと、瞳のマークとか入ってますね。HIJKLM ランナーです。アイランナーがちょっと面白い構成してますよね。なんかかなり無駄なスペースがいっぱい空いてますね。これは多分あれですよね。前回の C 装備の時になんか使ってた部品がこの辺に入ってたんでしょうね。N ランナーはクリア素材の台座ですね。 PQ ランナーは飛行ユニットで、 Z ランナーはバイザーパーツですね。そして、軟質の握り拳パーツ、これも、塗装が入っております。別紙パーツリストです。裏は名もなし。そして、説明書表紙でめくると、1から組み立て方法がこのように載っております。工程はね、結構今回多いですね。裏面はこのようになっております。
はい、エリアル飛行ユニット装備完成です。では一周見ていきましょう。全体はこのようになっております。背中のメカメカしさがね、なんとなく時代を感じますね。はい、こんな感じです。ではこの状態でオプションパーツを見ていきましょう。まずは、交換用の頭部ですね。こちらはヘルメットなし、そしてロング状態、ストレート状態ですね。で、こっちが後頭部なんですけど、これ三つ編みの後頭部なんですよね。今ここに、三つ編みのパーツがついております。ヘルメットプラス三つ編み状態ですね。これヘルメットなしで、この後ろにねこれをつけることでヘルメットなしの三つ編み状態も、再現することができます。あとでやっていきましょう。そして、未塗装のヘッドパーツは3つありますね。こんな感じです。この瞳デカールと合わせて、カスタムして作ることができます。まあ僕は冒頭にも言った通りアニメ版のエリアルしか知らないんでね、この頭部の色をこの色で塗りたいと思います。この太ももとかヘルメットのここの色ですね。アニメ版は、肌色じゃないんですよね。こういう肌色じゃなくて頭部もこういう色でした。これね今度作りたいと思います。まあ今日の動画ではちょっと時間的に無理ですね。そして交換用手首ですね。今ついているのとは逆に、平手と武器持ち手両方あります。では近くでも見ていきましょう。まず足回りから、足回りはハイヒールになっていますね。そして今台座をつけておりますが、台座なくてもね、すだちの状態なら自立は可能です。関節のメカメカしさが、他のねメカ少女とちょっと毛色が違いますよね。足回りはこんな感じ。ハイレグ具合とかもねちょっと時代を感じるデザインですね。武器は結構リアルにできています。このね団体の部分は軟質素材、そして、手首もね軟質素材です。でねこの、三つ編みちょっと取っときます。これねアニメ版では、ヘルメットかぶってる状態の時はね髪の毛は全部ヘルメットの中に入ってたんで三つ編みは出てなかったんですよね。だから僕のイメージとしてはこっちなんですよね、うん、ヘルメットのみの状態なので、今回のレビューではこの状態の時は取っておきます。で、胸周りから上半身周りですね、このようになっております。エリアルは塗装済みパーツがついてたのは腕のここと顔面ぐらいですね。その他の部分は全部、プラの素材による色分けとなってます。そしてヘルメット周り、ヘルメットがねちょっとのっぺりしてますね。ここはちょっとやっぱり塗る必要がありますね。ヘルメットの真ん中の星型のマーク、ここはねグリーンで本当は色がついております。そしてこの真ん中の線ですね、ここは墨入れした方が良さそうですね。はい、近くで見るとこんな感じです。では可動を見ていきます。頭部はまずは左右回転と前後の動きですね。これボールジョイントではないです。フィグマジョイントみたいなああいう関節ですね。はい、頭部はこんな感じ。肩アーマーの動きは、このような感じですね。上はこれぐらいまでですね。で、横のスイングはまあこれぐらいまで上がりますね。そして肩自体はボールジョイントで接続されていて根元でこのように動きます。で1回転も可能なんですが肩アーマーとね羽があるので後ろ方向にはちょっと回せないですね。ロールはこの色違いの部分で回るようになってます。肘はこれぐらいですね。ちなみに中の構造はこのようになってます。手首の付け根もフィグマジョイントみたいなああいう構造になってます。胸の下の部分にも可動ジョイントがあります。ここもねフィグマジョイントみたいな感じになってますね。こういう構造になってます。で、バックパックの方ですね。タンクはこのように回転軸が入っております。ウイングの先端部の動きはこんな感じで、根元の部分は下方向に折りたたむこともできますし後ろ方向へ回転させることもできます。で下の方の羽は専門用語で何て言うんでしょうね。これもこのように回転軸になっております。
股関節はちょっと昔懐かしな感じの軸関節ですね。前、後ろですが意外とよく動きます。軸をちょっと引き出せば、開脚もこれぐらいまでは広がりますね。で、足の太ももの中ほどでロール。膝は、二重関節、膝はかなり曲がりますね。足首はかなりシンプルな軸接続ですね。左右の回転角度はこれぐらい。そしてつま先部分、このように動きます。10の団体は、お尻のタンクの方へね、このように接続することができます。ただこれをつけるとね、この軟質の反発で割とね窮屈な感じはしますね。団体自体を、取り外して普通にね銃として使うこともできます。団体なしで構えるとこんな感じですね。では、頭部の変更をしていきましょう。まずは、頭を取り外します。ちなみにですね、三つ編みパーツは、ボールジョイントでこのようにヘルメットについておりましたが、このボールジョイントがねゆるゆるですね。ほとんど、関節をなしておりません。まあヘルメットパーツにね三つ編みはイメージないので、僕的にはねなくてもいいんですけど、原作重視の人はこれちょっと残念なんじゃないかな。これねなぜかスポスポです。そして、三つ編み用頭部はこのようになっております。で、三つ編み部分ですね、これを取り付けるときはまずはこのボールジョイントを取り外します。家庭なボールジョイントを取り外して、ヘルメットなしで三つ編みを取り付ける場合はこちらのくの字に曲がったボールジョイントを使います。これをはめ込んで頭部に接続。このボールジョイントはね結構がっちりはまってますね。これは抜けることはないですね、問題ないです。でこれを頭部に接続、頭部じゃない本体に接続。すると、ヘルメットなしはこういう状態ですね。個人的にはヘルメットありの方が全然いいですね。後ろから見るとこんな感じになっております。さあそして顔パーツを前後に分解して、ストレートの頭のパーツですね、こちらに取り付けて前髪を取り付ける。これでストレートサラサラヘア状態の完成です。これを本体に取り付けるときは、飛行ユニットですね、飛行ユニットは取り外す必要があります。はい、飛行ユニットを取り外したらストレートヘアを取り付け、これで、ストレートヘア状態の完成ですね。後ろから見るとこんな感じ。個人的な好みではやっぱりメット状態一択ですね。このメット状態が一番可愛いと思いますね。ポーズをつけるとこんな感じです。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。144分の1の HG ガンダムと比べるとこんな感じです。はい、というわけで今回の動画はモデロイドのエリアル飛行ユニット装備でした。いや懐かしいね、と言ってもね本当に90年代に1回見ただけなんでね、まあアニメの内容もほとんど覚えてないぐらいなんですけどね、まあこのロボットはねインパクトはありましたよね。
アニメしか見たことない僕にとってはね、エリアルといえばもうこのピンクバージョンなんですよね。まあ、オレンジバージョンだけだったらね、変わってなかったんで、これはちょっと嬉しかったですね。で、製品についてなんですけどね、これもね、ポロリ多いですね。説明書見てもらったらわかるんですけどね、このようにね、接着しないマークっていうのがあるんですよね。これです。接着しないマークっていうのが出てますよね。こういうマークがついてるところと関節以外はね、すべて接着した方がいいです。パーツとパーツ合わせる部分とかね、固定してはめ込む部分とかもう全部接着した方がいいです。それぐらいね、結構ポロリします。まあ、アクションポーズ撮らしてる時とかはね、接着してないと結構ストレス溜まると思います。でもプロポーションとかはね、結構抜群の出来なんでね、これはエリアル知ってる人だったらね、買っていいんじゃないかな。にわかのね、僕が買っても結構楽しめる感じなんで、うん。あとは僕あんまり普段買わないんですけどね、最近よく、美少女型のプラモデル出てますよね。ああいうの好きな人なんかも、ね、選択肢の一つとして取り入れてみてもいいんじゃないでしょうか。ちょっと毛色は違いますけどね。あとはね、これ今回はもう素組みなんですけどね、アニメカラー基準に、僕アニメしか思い入れがないので、アニメカラー基準にね、頭部を塗り替えてね、肌色じゃない頭部とかも作ってみたいなとは思います。はい、今回はそんなところですね。これ以外にも、フィギュア、プラモ、おもちゃ、動画いろいろ上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。戦えエリアル、負けるなエリアル、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 倒せ宇宙の侵略者、希望の女神だ。